はい、どうも、平井です。どうも、カイミです。今日なんですけども、はい、以前から噂されている、はい、エアージョーダン1ハイ OG とオフホワイトのコラボの続編なんですけども、はい、なんとこのカラーで来るんじゃないかという話がちょっと出てきてるんですよね。はい、でそれ以外に、うん、来年の2025年っていうのは、2月がね、結構気になるリリースが多いっていう話をしてたんですけど、すごい渋滞してて、はい、こんなん買われへんやんっていうぐらいいっぱい出るんですよね。あ、そうなんですよ、うん、はい、僕らが気になるようなコラボであったりとか、うん、ちょっと縁起の話が出てきてるんで、はい、ああ、2月から先になってたそうなんですよね、だいぶ先だなっていうのもあるんで、うん、まあ、ちょっとその辺お伝えさせてもらいたいのと、はい、あと今後発売予定の、まあ、ジョーダン村の新作であったりとか、はい、話が出てきてるんで、うん、それについてちょっとやりたいなと思ってるんですけど、はい、はい、このチャンネルではスニーカーやファッションに関する陸情報や最新のニュース情報を動画でお伝えするチャンネルとなっております。チャンネル登録のお済みでない方はこの機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。お願いします。はい、我々ツイッターとインスタグラムもやってますので、概要欄の方にリンクの方がありますので、気になったフォローの方よろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあ早速なんですけども、ナイキダンクローの NN、 これウィメンズになるんですけども、ね、はい、エレメンタルピンクダークポニーですね、はい、こちらの方が春に発売じゃないかということで、来年の話ですね、はい、この NN っていうのはネクストネイジャーなんですよね、うん、はい、再利用されているパーツで作られているナイキダンクローのウィメンズで新色になるんですけど、うん、ネクストネイジャーも来年また続くみたいなんですよね、うん、はい、使われているカラーっていうのはこれ海外のスニーカー系サイトが言ってたんですけど、まあ、イタリアの有名なアイスのナポリを彷彿させるということで、うん、ナポリって言ってるとこもあったんですけど、うん、まあ、カラーの方がピンクのカラーであったりとか、まあ、深みのあるブラウンのカラーで構成されているナイキダンクローで、まあ、インソール見てもらうと風車のマークが入ってるんで、まあ、これね、ネクストネイチャーのまあデザインに見られるまあインソールになってるんですけど、うん、まあ、これがまあ来年の春以降にリリースということで出てきてました。はい、はい、で次ね、またダンクの話なんですけど、はい、実は、ね、今見てもらってるね、このナイキ SB ダンクハイありますよね、うん、これ去年発売されたやつなんですよね。スイートトゥースですか。あ、そうなの、はい、去年紹介したと思うんですけど、うん、これがこの10月のハロウィンの時期に合わせてもう一回ね、リストックで発売するっていう情報が出てきたんですよ、ね、あ、もう一回発売なんですね、はい、今月発売予定でできたんでちょっと紹介させてもらいたいんですけど、うん、これ面白いですよね。そうですね、はい、あのトゥーボックスの部分見てもらうと歯型がついてるんですよね、うん、去年紹介されてもらったナイキ SB ダンクハイの、まあ、このモデルがですね、まあ、ハロウィンの時期に合わせてもう一回ね、今月発売予定ということで出てきてたんで、うん、ちょっと紹介されてもらったんですけど、はい、はい、続いてなんですけど、ナイキエアマックス180の、はい、ジョーカーですね、はい、はい、こちらの方がナイキの方から公式が出てきてまして、うん、発売が近いんじゃないか、まあ、来月発売じゃないかと言われてるんですけど、うん、まあ、ジョーカーっていう名前がついてるんで、カラーの方が、まあ、ブルーであったりとか黄緑のカラーが使われてるんですよ、うん、まあ、ブラックのカラーが、まあ、下で使われてるんですけど、うん、ちなみにね、エアマックスこれ180なんですけど、1991年にリリースされたモデルで、うん、実は当時ね、買ったことないんですよね。ああ、そうですね。まあ、それの復刻で、このスニーカーズの方でクリムゾンって言われるカラー違いのモデルとかも出てきているんですけど、うん、まあ、ジョーカーね、まあ、バットマンのジョーカーのカラーを落とし込んでる、まあ、彷彿させるようなね、モデルがリリースということで紹介されてました、ね。でもこれ、バットマンとは全く関係ないやつ、あ、関係ないですよね、勝手にやってるんですよ。ただのオマージュなんですよね。そうですね。公式ではできないんですよね。ああ、そうですね。そうなんですよ。はい、はい、で続いてなんですけど、エアジョーダン3のブラックキャットですね、はい、はい、こちらの方が来年の1月11日発売予定ですね。そうなんですよ、うん、はい、とうとうね、デイリースポーツの方から来年発売されるモデルバージョンの、ね、うん、写真が出てきて見てもらうんですけど、はいはいはい、まあ、2007年にね、最初にリリースされた、まあ、エアジョーダン3のブラックキャットの、まあ、復刻なんですよね、うん、はい、まあ、使われているのはヌバックであったりとか、まあ、アッパーのあたりね、このね、エナメルの素材が使われていまして、そうですね、シューレースよく見てもらうと豹柄になっているんですよ、うん、はい、まあ、こちらはね、2007年にリリースされたエアジョーダン3のブラックキャットが、まあ、来年の1月に、ね、リリースされるということで復刻が出てきてまして、うん、まあ、ナイキの方からこの写真が多分近いうちに出てくると思うんです、はい、ブラックキャットでいうとエアジョーダン4のブラックキャットが、まあ、来年復刻するんじゃないかという話があるんですよね、うんうん、はい、まあ、来年リリースされたら、まあ、約5年ぶりになるんですけど、うん、はい、まあ、それも楽しみだなっていう感じですよね、まあ、あのブラックキャットでいうと、はい、僕あっちのハロウィンの方のブラックキャット思い出しちゃうんですけどね、 ありましたね、うん、エアジョーダン1ローの、うん、まあ、あのブラックキャットっていうモデルがあって、うん、そうなんですよ、猫のね、目が集団の部分についてて、ね、隣のボタンパチッと押してもらうと光るっていう、ね、デザインになってるんですけど、うん、そうなんですよ、はい、はい、で続いてなんですけど、エアージョーダン3のバレンタインデイですね、はい、こちらがウィメンズになるんですけども、はい、2月の5日発売予定ということなんですね、はい、まあ、来年の2月っていうのはリリースの渋滞がね、あるっていうふうに言ってたんですけど、うん、まあ、その時期に発売されるウィメンズのエアージョーダン3のバレンタインデーで、うん、まあ、これもね、お店の製品ショットが出てきてるんで見てもらいたいんですけど、うん、まあ、使われてるカラーがピンクのカラーが使われてて、まあ、これ前も言ってるんですけど、面白いなと思ったのが、
シューレース通すシューホールの部分であったりとか、うん、アクセサリーでフェイクダイヤモンドのレッドもね、カラーが使われてるんですよ、はい、こういったアクセサリーが付いてるエアジョーダン3のバレンタインデーの時期に発売される、うん、ウィメンズのモデルのね、製品ショットが出てきてたんで、うん、ちょっと紹介されてもらったんですけど、はい、はい、続いてなんですけども、はい、エアジョーダン1ハイ王子のレアエアでシナバーですね、こちらウィメンズになるんですけども、来年発売予定だったんですかね。あ、そうなんですよ、はい、うん、来年の1月発売予定で、今からお話しさせてもらうのは、うん、まあ、ジョーダンブランドの新作の来年発売予定のものが、うん、まあ、ちょっと延期の話が結構出てきてるんで、あ、延期が増えてきてるんですか、はい、で今見てもらってるシナバーについて、これ前にも言ってて、まあ、おさらい的な感じでね、ちょっと紹介されてもらいたいんですけど、もともと1月の18日発売予定だったこのウィメンズのシナバーの方が、うん、来年の4月もしくはサマーっていうふうに出てきてるんですよね。あ、結構先に伸びる感じなんですね。あ、そうなんですよ、はい、まあ、これについては前も言ってるんですけど、レアエアシリーズのエアジョーダン1ハイ OG で、うん、このくるぶしの部分のウィングロゴが一つはエアジョーダンでなってるんですけど、もう一つはナイキアになってるんですよね。そうなんですよね、はい、で全体的にちょっとね、このウィメンズのモデルだけ激しめにヴィンテージ加工されてて、まあ、優造感結構すごいですよね。まあ、シューレースがね、2本通ってて、一つがちょっと色抜けしてるような感じになってるんですけど、はいはい、これかっこいいなと思ってたんですけど、うん、一応4月頃リリースじゃないかということで、これおさらいで、ね、前にも言ってるんですけど、うん、で、次もまたね、前にも言ってるんですけど、うん、まあ、復習的な感じで、このメンズのモデルのエアジョーダン1ハイ OG のレアエアのディープロイヤルなんですよね。はい。はい、これも2月の1日発売予定やったんですけど、一応夏頃になるんじゃないかっていう話にまた変わってるんですよ、ね、うんうんうん、そうなんですよ、まあ、これもね、先ほど紹介されてもらったシナバーと、まあ、同じレアエアシリーズになるんですけど、うん、シナバーよりかはちょっと、まあ、なんすかね、そんなにヴィンテージ加工がきつい感じじゃないんですよ、ね、はいはいはい、これあれですね、うん、なんかあのくるぶしのところが色違うから、なんとなくユニオンを彷彿させる感じもありますよね、切り返ししてる感じなんですけど、うん、まあ、これもね、ウィングロゴがエアジョーダンって書いてるのとナイキエアって書いてる2通りのデザインになってるんですよね、うん、はい、でそんなね、先ほど平井さんの名前で出してたユニオンとエアジョーダン1ハイ OG の続報で、うん、まあ、ここから2月にリリースされるモデルっていうのが来年の、うん、渋滞してるよなって話なんですけど、リリースが多くて、うん、そうなんですよ、2月めちゃめちゃね、はい、リリースが多かったんですね、もともとの予定ではね、はい、うん、まあ、散らばる感じで延期の話がめちゃ出てきてるんで、まあさすがに2月にそんな集中して発売したら殺し合ってしまって、はい、あ、そうなんですよ、ね、売れないだろうって判断したんじゃないですか、はい、まあ2月ちょっと楽しみやなと思ってたんですけど、うん、割とこう散らばって渋滞がね、解消されてる感じの、あ、そうなんですね、はい、話が出てきてるんで、昨日もね、ちょっと紹介させてもらって、これ見てもらいたいんですけど、うん、エアジョーダン1ハイ王子とユニオンのコラボの、うん、シカゴシャドウっていう通称の名前がついているモデル、うん、2月の12日発売予定でやってたんですけど、そうですよね、はい、これツイッターといいますか、 X で有名なリーカーであるブランドンっていう方がいるんですけど、うん、彼が昨日の夜やったと思うんですけど、うん、これ延期になるって言ってたんですよね。あ、そうなんですか。そうなんです。でリリースいつ頃になるのかなと思ってたら、来年の夏っていうのに出てきてるんで、はい、そうなんです。ただね、これね、来年の夏っていう話が出てきてて、そしたら半年ぐらい伸びんのかなって思ったりしますよね、うん、まあ夏8月なんかなって思っちゃいますね。あ、そうなんですよ、はい、これね、ナイキのカタログで言うとサマーっていうのは、うん、4,5,6 も含まれるらしいんで。ああ、そうなんですね。ああ、そうなんですよ。で、うん、僕がよく見てリクアカウントサイドは今日付けで、言ってたんですけど、4月か5月になるんじゃないかっていうふうに言ってましたね。あ、まあいわゆる春夏物みたいな感じですね。ああ、そうなんですよ、はい、もともと2月の12日やったんですけど、発売が延期で、4月もしくは5月になるんじゃないかというふうに出てきてたんで、うん、ちょっと改めてやらせてもらいたいと思うんですけど、まあ楽しみにそうですよね、はい、はい、これについては前にも言ってるんですけど、うん、シャドウとシカゴを、まあ、融合したようなモデルになっているんですよね。そうなんですよね、はい、でね、今見てもらってる写真っていうのは昨日持ってらっしゃる方の投稿の追加の写真になるんですけど、うん、シューレースが替えで3本ついてるっていう話してたんですけど、はいはい、1つね、これ分かりますかね、グレーのカラーのシューレースが写ってるんですよ、うん、はい、でこれ4本目になるのかなと思ってたら、これブラックのシューレースとセールのカラーのシューレースが途中で色変わってるんですよね。あ、そうなんですか、はい、これ見た時に思ったのが、僕らが持ってる去年発売されたエアジョーダン1ハイユニオンのコラボのニュートラルグレーのカラーの部分がありましたよ、うんうん、あれ途中でシューレース色変わってたじゃないですか、はいはい、そのパターンなんですよ、ね、あ、そういうことなんですね。そうなんですよ、はい、まあ、これについてはすごく人気が高いと思うんで、うん、まあ、争奪戦かなという感じですかね。そうですよね、はい、はい、まあ、欲しいんで、あと気になるのはね、昨日も言ってるんですけど、ボックスがおそらく2018年のモデルと同じようなボックスで来るんじゃないかなと思うんで、それも早く見たいなっていう感じなんですけど、そうですね、はい、過去のね、マイケル・ジョーダンの若いね、写真がアーカイブで使われてるようなボックスになってると思うんですけど、うん、はい、今のところ2月の12日じゃないかって言われてたんですけど、うん、
まあ、来年のね4月か5月になるんじゃないかということで出てきてたんで紹介されてもらったんですけど、うん、はい、でそれ以外にもね、うん、延期の話が、まあ、2月に関してはいっぱい出てきてまして、はいはい、フラグメントと、ユニオンエアージョーダン1ハイ OG ですね、はい、まあ、これについては先ほどのね、シカゴシャドウの、まあ、話の流れでですね、もともと3月までにリリースされるんじゃないかっていう話だったんですけど、うん、来年の、うん、これもまあ昨日のね、海外のスニーカー系サイトが言うにはユニオンとエアジョーダン1ハイ OG のシカゴとシャドウのね組み合わせたモデルと同じ日に発売されるんじゃないかっていう話が出てたんで、うん、まあ先ほどそのユニオンの方が延期の話ができたんで、うん、こちらの方も3月までリリースされるんじゃないかっていう話だったんですけど、まあ、4月か5月になるんじゃないかと思ったんで紹介されてもらったんですけど、これ、はい、めちゃめちゃ人気出るでしょうね。そうなんですよね、はい、今見てもらって画像があるんですけど、これねいろんなスニーカー系サイトによっては、このベースになってる、うん、ブルーのカラーとホワイトとブラックのカラーはそのままなんですけど、うん、かかとの部分のデザインをニュートラルグレーのカラーにしてるモデルであったりとか、うん、あとパンダのねカラーウェイをくっつけてるモック画像とかも出てきてまして、はいはいはい、うん、まあ、実際発売されるモデルっていうのはね本当にこういった感じになるかどうかっていうのは分かんないんですけど、うん、まあ、これ楽しみなんですよね。なるほど、はい、でそれ以外に2月のリリースでちょっと延期の話がいくつか出てきているんで続きでやりたいんですけど、うん、エアジョーダン4のレアエアですね。あ、はい、こちらの方も2月の発売やったんですけど、リリースが夏頃になるんじゃないかって感じになってますよね、うん、はい、このレアエアシリーズのエアジョーダン4っていうのは、まあ、過去に見られた、まあ、デザインをそのまま、ね、使ってまして、うん、シューターの部分の短冊が外せるんですよね、はいはい、でそのシューターの部分の短冊外してもらうとテキストが入ってるんですけど、発売される、全ストック数のうちの 20% から 25% だけ、うん、ゴールドのカラーでそのテキストが入っているという、まあ、いわゆる当たりのようなモデルが含まれているものになるんじゃないかという話があるんですけど、うんうん、こちらの方も2月発売予定から一応夏頃じゃないかという話になっていますよね、はいはい、で続いてが、ナイキ SB とエアージョーダン4のコラボですね、はいはい、これに関してはネイビーのモデルなんですけど、はい、2月か3月に発売されるんじゃないかということでやってたんですけど、うん、これも夏頃になるんじゃないかということで延期の話になるんですよね。そうなんですよ。あ、まあ、じゃあ2月の渋滞はだいぶ解消されますね。ますよね、うん、はい、でそれ以外でこれレッドの、ね、カラーのバージョンがね、うん、また2月か3月に発売されるんじゃないかっていう話があったんですけど、うん、これに関しては延期じゃなくてキャンセルになるんじゃないかっていう話ができるんですよ、ね、なくなっちゃうってこと。あ、そうなんです。なんで来年リリースされるエアジョーダン4とナイキ SB のコラボのパイングリーンの続編は、うん、ネイビーだけになるんじゃないかっていう話なんですよね。まあね、ちょっと今年ね、はい、エアジョーダン4出しすぎたんかなっていうぐらい出てて、まあ、そうっすよね。で相場も崩れた感じありますよね。ありましたよね。だからちょっとあんまり出すのはどうなんかなって感じになってきてるのかもしれないですよね、うん、はい、でこのレッドの方に関しては、まあ、来年狙ってもしかしたら再来年の可能性もあると思うんで、はいはいはい、まあ、ネイビーのカラーに関してはとりあえず来年の夏頃じゃないかということで、まあ、だいぶ先になったなっていう感じですよね。そうですね。そうなんですよ、はい、結局ね来年の2025年の2月に何が発売されるんだっていう話をちょっとまとめて言うと、うん、前半でも紹介させてもらったエアジョーダン3の、まあ、バレンタインであったりとか、うん、ウィメンズなんですけど、はい、でそれ以外に、確か2月の8日になると思うんですけど、はい、エアジョーダン5の、うん、まあ、ブラックのリーマジノですよね。はいはいはい、そうなんですよ、うん、でエアジョーダン1ハイ OG のリーマジノのブラック2であったりとか、うん、あとエアジョーダン1ハイ85のブレッドですよね、うんうんうん、そうなんですよ、まあ、ブレッドが2月の14日に発売されて、その次の日の2月の15日が確かエアジョーダン1ハイ OG のリーマジノのブラック2が発売予定ということでやってたと思うんですけど、うん、はい、なんで、まあ、ちょっと気になるなって思ってたコラボとかに関しては、まあ、ほぼほぼ全部4月5月以降になってるんですよね、うん、そうな、まあ、渋滞がちょっとまあ解消されたかなっていう感じですかね。そうですね、はい、あのナイキちょっと面白いなと思ったのが発売の仕方、うん、2月の14日に85のブレッド売りますよね、はい、まあ、買えない方がほとんどだと思うんですけど、まあね、はい、でその次の日にこれは買えるかなって思うような、うん、リーマジンドのブラックトゥーの発売持ってきてる、なんかおもろいなと思ったんですよね。あ、買えなかった方がまあね、次の日に発売されるブラックトゥー、まあ、予算余るしね、ああそう、これ買おうかなっていう風になるんじゃないかなって、ね、思ったって話なんですよ。悔しいから買っちゃうみたいなね、はい、でね、なんでそういう風に思ったかと言いますと、まあ、ブラックトゥーね、リーマジンの、うん、結構数多いって言われてるんですよね。ああ、そうですね。あ、そうなんです、うん、なんで、まあね、ブレッド85買えなかった方が数日に挑戦して、うん、まあ、ごってもされてる方結構方向多いじゃないかなってね思ったりするんですけど、まあ、そっちの方で物欲を満たすって感じじゃないかなと思ったんですけどね、うん、
そうなんですよ。まあ2月についてはね、今後まだね、スケジュールも変わるかもしれないんで、そうやね、はい、その辺またね、うまく情報キャッチですね、こちらの方でやらせてもらいたいなと思ってるんですけど、そうですね、で次はね、2月の話じゃなくて、はい、来年の秋以降の話で出てきてる話があるんですけど、うん、はい、エアージョーダン1ハイオーセルフエクスプレッションですね。そうなんですよ、はい、今見てもらってるのはこれモック画像で、うん、ベースがパンダになってるんですよね。はいはいはい、エアージョーダン1ハイオージーのセルフエクスプレッションっていう名前がついてるんですけど、うん、まあ見てもらったら分かると思うんですけど、なんかところどころちぎられてるね、そうそうそう、モック画像なんですよ。と、うん、いうのもこれブラックのレザーの部分が3層になってるらしくて、はい、まず一番上がこれブラックですよね、うん、でちぎってもらうと2層目がマルチカラーになってるらしいんですよ、はいはあ、で3層目がそのマルチカラーをさらにちぎるとホワイトの下地のレザーが出てくるっていうのが書いてますよね。もうなんか全体真っ白になっちゃうんじゃないですか。あ、そうなんですよ、はい、うん、でこれね、海外のスニーカー系サイトが、まあ、こういったふうに説明してたんですけど、うん、まあ、それぞれ自分が好きなようにカスタマイズしてもらえるっていうようなねことが書いてあったんですよ、ね、まあね、うん、そうなんですよ、なるほど、はい、まあ、こういったちょっと面白いね、エアジョーダン1ハイオージーが来年の秋頃リリースされるんじゃないかというふうに出てきてたんですけど、うん、はあ、で次は本日のね本題になるんですけど、オフホワイトの話ですね。あ、そうなんですよね、うん、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、来年っていうのはエアジョーダン1ハイオージーとオフホワイトのコラボが何か一足ニューカラーで出るっていう話があったんですよね。ありましたね、はあ、うん、まあ、ちょっとだけ話をね戻すと、もともとエアジョーダン1ハイオージーとオフホワイトのコラボに関してはカナリーエローっていうモデルが出るんじゃないかっていう話だったんですけど、それなくなったんですよね。あれはあれで出してほしいですけどね。そうなんですよ、うん、はい、サンプルで存在するモデルでこれが来るんじゃないかっていう話だったんですけど、うん、なくなって、それとは別のカラーが来るっていう話だったんですよね。そうなんですよ、はい、でそれ以外に、エアジョーダン1ハイオージーオフホワイトのコラボでシカゴが、まあ、2027年までに、まあ、10周年ということで復刻が来るんじゃないかっていう話も今あるんですよね。ありますね、はい、うん、で来年のホリデーシーズンにこういったものが来るんじゃないかっていう話がリークで昨日出てきてたんですけど、うん、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、2018年に発売された、うん、これヨーロッパだけでリリースされてるんですけど、うん、通称の名前がユーロってついてる、まあ、ホワイトの、ね、通称の名前についてるんですけど、はいはいはい、これによく似たバージョンで来るっていう話らしいんですよね。あ、そうなんですか、はい、このホワイトのモデルに若干ちょっと微調整加えられてるような彷彿させるようなモデルが2025年のホリデーシーズンにリリースされるんじゃないかということで情報が出てきてまして、これ2018年に発売されたモデルって、まあ、白とあと若干、はい、ニュートラルグレーなんですよね。薄水色のような感じにも見えますけどね。あ、まあ、そうですね、うん、ああ、でこれを彷彿させるような感じで来るということなんで、うん、おそらくなんですけどトリプルホワイトのようなもうオールホワイトを彷彿させるような、うん、多分モデルで来るんじゃないかなと思ってるんです。なるほどね。ちなみに、ね、この2018年にヨーロッパ限定で発売された、うん、まあ、通称の名前がユーロ、まあ、ホワイトっていう名前がついてるんですけど、はい、これの今の2ユースの値段が63万円以上取引されてるんですよね。すごいね。すごいっすね。これあれですよね、しかも他のこのエアジョーダン1とオフホワイトのコラボよりもはるかにプレーに高くついてるんですよね、まあ、シカゴも値段ついてるんですけど、うん、以前 ULC のカラーとか紹介しましたよね、うん、あれとかに比べるともう全然値段がね倍なんですよね。あ、そんなに違うんだ。そうなんですよ、でちなみにねこの2018年に発売されたモデルって190ドルぐらいで発売されてるんで、うん、まあ大体2万ちょっとぐらいですかね、日本のもし値段で言うと、まあ、日本では発売なかったんですけど、うん、そう考えると今のプレーの取引っていうのは約30倍以上で取引されてるんですよね。ああ、なるほど。すごいっすよね。そうなんです。買った時の30倍の値段なってるんですよね。すごいね。新品がなんですけど、うん、はい、まあ、そのねユーロ、まあ、ホワイトのモデルを彷彿させるカラーウェイの方がホワイトホワイトっていう名前がついてるモデルが、もうこれについてはね、うん、スタイルコードが出てきているんで、まあよっぽど何かがない限りリリースはされると思うんですけど、はい、まあ、ホリデーシーズンにほぼほぼオールホワイトのカラーのエアジョーダン1ハイオージーとオフホワイトのコラボがリリースされそうなんで、まあ、これについてもまたね情報が出てきてやりたいなと思ってるんですけど、これあれですね、はい、前回のやつがすごい高かったというか、はい、まあ、プレーにすごい値段ついてるんで、今回のもひょっとしたらものすごい値段がついちゃうかもしれないですね。知らないですよね。そうなんですよ、うん、まあ、発売の仕方に関しては海外のスニーカー系サイトが言うには、うん、オフホワイトの方で先に発売した後に、まあ、スニーカーズに来るだろうっていうふうに書いてたんですけど、そのうちね、はい、あのカナリーイエローの、ね、サイトでもねゲリラ発売とかもあるかもしれないですね。バージル・アブローが生前に作成したサイトでカナリーイエローってあるんですけど、うん、そちらに関しては過去にジョーダンであったりとかナイキのコラボのオフホワイトのモデルが、うん、
まあ、たびたびリストップ来るんですよね。そうなんですよね、はい、これももしかしたら事前にそこっちの方で発売があるかもしれないですし、うん、スニーカーズの、まあ、幅広い、ね、リリースが終わった後にちょこちょこリストップ来る可能性もありますよね。でもかなりイエローちょっとね問題もあって若干高いですよね。若干高いんですよね。若干高いですよね。そうなんですよ、うん、はい、でもまあリリースの値段よりかは安めには買えるかなと思ったりするんですよ。そうでしょうね、はい、まあ、このホワイト&ホワイトに関しては物もできてきてないですし、うん、値段もまだ分かんないんですよね。ああ、そうやね。そうなんです。まあ、そのあたりまだ分かり次第でやりたいなと思ってるんですけど。うん、はい、はい。まあ、気になるね、はい、一足ということで、また情報出てきましたら、こちらで紹介できたらなと思いますので、はい、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは本日は以上となります。ヒアレスでした。はい、さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I text at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.